遅くなってごめんなさい。柏木さん、よく来てくれました。こんな状況だから来てもらえないかと思っていましたよ。待たせちゃったわね。それでこちらの二人は？よろしく。私は浅野、友人がやっているこの会社の片隅に間借りして仕事をしているものです。明日の朝までに納品しなければならないものがあるんです。でも足を怪我して届けられなくなってしまって。私たちが代わりに運ぶことになったの。え？私たち？そう、私とあなたたち。ではこれを頼みます。任せておいて。宇宙船研究所に持っていけばいいのね。そうです、副所長の佐々木という人に渡してもらえればわかると思います。わかったわ、必ず届けるから安心して。さあ、あなたも早くここから出ましょう。でもまだもう一つ朝までに納品しなきゃいけない仕事があるんです。それを片付けたら避難します。駅がすぐそこだから電車で行きましょう。あなたとならどんなところにでも行きます。ありがとう。
子様やお年寄りを優先し、落ち着いてご乗車いただけますようお願いいたします。改札はあっちの。非常事態のため現在当駅では運賃無料で乗車いただけます。後続の列車もありますので、階段を上ればお子様やお年寄り